エルソロのリングネームで知られるヘス・クリストバル・マルティネス・ロドリゲスはメキシコのプロレスラー。ハリスコ州グアダラハラ出身。1993年10月2日、ハリスコ州サポパンで行われたプラザ・デ・トロス・ホセ・リベラでマスクマンネ・ネウロシスでデビュー。その後オシデンテライト・ヘビーダッシュ。セイサル・ダンテスにコントラマッチで敗れ素顔になる。後に、 プロモアステカに現在使用しているエルソロのリングネームで登場。タルサン・ボーイと組んでワオ・タックをダッシュ。1999年、WWF にも参戦。2000年、プル a に参戦。2001年10月には、ウア世界ライトヘビー級ダッシュ。2006年からは、鉄仮面のマスクかぶったギミックで登場。その後も、ルード軍団。 ダレギオンエクストロンハラのメンバーとして活躍。2008年にレイデレーエース優勝。同年6月にエルメシアスの持つトリプル A 世界ヘビー級王座に挑戦も敗退。また12月に再び挑戦も敗退。2010年12月にドクトルワグナージュニアの持つトリプル A 世界ヘビー級王座に挑戦しダッシュ。2011年2月にティネと未契約ながら、 所属レスラーとして在籍することが決定するが、結局出場することがないまま AAA に復帰した。2013年、黒を基調としたマスク、リングコスチュームのラパルカのギミック、ラパルカネグラに転身。ありがとうございます。